女子かかとん、こんにちは。今回はですね、購入品とかはなんか動画でちらほらたまにあげてるんですけど、お気に入りというものを紹介したことがなかったなと思ったので、今回はその買ったものたちの中でも気に入って、もうこれ毎日着たい、もう毎日持ちたい、毎日つけたい、毎日使ってるみたいなものを今回は紹介していきたいと思います。こういう感じだよね、うん、はい。で、今回のラインナップとしてはですね、ここにねちょっとお気に入りを書いたんですよ。忘れないように書き出したんですけど、今回のラインナップとしてはお洋服が3つかな、お洋服が3つで、靴が1つと、あとアクセサリー系が2つ、カバンとリップと、あとは小物っていう感じですね。あと化粧品も紹介してます。そんな感じの盛りだくさんのラインナップとなっておりますので、お楽しみいただけたらいいなと思います。1つ目はですね、こちらの着てるワンピースなんですけど、カバンもしてるっていうねカバン取るか。こちらはですね、あのアメリカっていうこともあると思うんだけど、今住んでるところが、あの外に出るたびに、え、それかわいいねみたいな言われるんですよ。嬉しいですよ、このワンピース着ると。あのザラの購入品でも多分どんぐらいだろう、半年前近くになるのかな、で紹介したワンピースなんですけど、こんな感じのダンダンダンってなってるワンピースでございます。長袖なんですよ。なので今の時期はもしかしたらちょっと暑いかもしれないんですけど、でも生地としてはめちゃめちゃ薄いから、全然私は今の時期でも全然着てます毎日着たいレベル。しかもあのミニ丈今年流行ってるから、それも取り入れられるし、しかもこのだんだんだんってなってるから足が細く見えるんですよ。でこれを着てオールホワイトのコーデをするのにめちゃめちゃハマっていて、それに合わせている小物ももう本当に誰も気にしないんだったら毎日使いたいっていうレベルで気に入ってる小物たちを、じゃあまず紹介していきたいと思います。まずはね、このつけているピアスなんだけど、これはアネモネで購入したやつなんですけど、これも多分1年ぐらい前になるのかな、そんなに経たないかもしれないんですけど、1年弱ぐらい前に買ったもので、冬の期間はずっと使ってなかったんですよ。パールがついてるストレートのピアスなんですけど、これ最近気に入って使ってます。なんか甘くなりすぎないんですよね、それが好きで。で続いてそれに合わせているカバン、ちょっと映ってたと思うんですけど、こちらコーチのカバンなんだけど、ここが白になってるやつなんですよ。これね、私今年初めて見たと思います、この白のパターンは。これはアメリカのアウトレットで購入したので1万円ぐらいで買えたんですよ。もうめっちゃ安いじゃないですかそうだからすごい気に入ってめっちゃ使ってます。これすごい使ってるからちょっと汚れてきたかもしれない。こんな感じであんまり入んないんだけど、お財布、ポータブル、充電器、イヤホン、お化粧直し系のものとかだったらまあ入るので、でも今の時期って日焼け止めとか持ち歩きたいじゃないですか、ってなるとちょっといっぱいになっちゃうんですけど、この配色でなんか他のカバンも欲しいなって思うぐらいめっちゃこの配色を気に入ってます。でなんかコーチの柄も薄い方の柄なので目立たないんですよ。あんまりこうロゴが入ってるものって好きじゃないんですけど、本当に近くで見ないと、え、コーチ？お魚の鱗ってちょっと思うような出てこなかった鱗が恥ずかしい、鱗っぽい感じにも見えるなっていうカバンです。まあでもここ見ればコーチだなみたいな、はい、感じです。では続いてこのコーデに合わせている靴を紹介しようと思います。じゃーん、フィラのゴールドと、あと青と赤が入ってるこんな感じの靴です。何ヶ月前か、2ヶ月前ぐらいかなに購入したんですけど、これめっちゃ気に入ってます。私の初フィラだったんですけど、すんごい歩きやすいです。他のフィラの靴も買おうかなって思うぐらい気に入りました。しかもね、私結構コンバースとか履くと1回目でなんか黒い線みたいなのがついちゃうんですよ。でもこれつかなくて、生地がいいのかわかんないけど、なんかちょっと汚れづらい素材になってるんだと思います。汚れが気にならないっていうのはちょっとびっくりしました。でこのロゴが入ってるやつとシンプルなやつで迷ったんだけど、なんか TWICE のサナちゃんだかが確か履いてたんですよ。なんか朦朧としてるんですけど、韓国の誰かがどっかで履いててでそれを見た時に、え、めっちゃ可愛いなと思って、本当はねシンプルな方がいいかなと思ってたんですけど、こういうのあんまり履かないから履いてみようと思って、これも超お気に入りです。続いてはこちら、
じゃーん、こちらはですね H&M の購入品で紹介したズボンなんですけど、こんな感じの、こういうのってなんていうのかわかんないんですけど、ちょっとパジャマっぽいんだけど、でもねちょっとツヤ感があるから全然私は外に着てます。これに黒いトップス合わせたりとか白いトップス合わせたりとか、全然締め付けがないんですよ。だからすっごい気に入って使ってます。下になるにつれて広がるので足がちょっと細く見えるので、それも気に入ってます。続いては下着なんですけど、こちらじゃーん、これは多分みんな知ってると思うんですけども、すでに夏のなんか定番というかエアリズムのカップ付きのキャミソールなんですけど、私これ初めて今年買ったんですよ。これ何枚か欲しいかなって思うぐらい気に入りましたね。今1枚しか持ってないんですけど、こうレースになっているものが多いじゃないですか、ブラとかもそうだけど、もうなってないからそのピタッとした T シャツでも気にならないっていうのもいいし、よく使ってますね今年の夏。お洋服は紹介し終わりました。続いて小物類を紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちら、じゃーん、このね大理石柄の水筒なんだけど、こっちのスーパーで購入したのでめっちゃ安かったんですよ。すいません参考にはならないんですけど、もう家の中でも全然使ってるし、外に行く時もちょっと重いんだけど、でも他の水筒に比べたらめっちゃ軽いんですよこの子。よく今年は持ち歩いてますね。ペットボトルとかも環境に悪いじゃないですか、だからパパにめっちゃ言われるんですよ、ゴミを出すなとなのでこれをよく持ち歩いています。はい、はい、続いては化粧品類というのかな、まあ、お肌系のものを紹介しようと思います。まず一つ目はこちら、こちらはですねニューティリジーナっていう会社から出ている日焼け止めなんですけど、これはすいません同じもの多分ないと思います、日本に。なんだけどスプレータイプの予算に今年気がつきまして、しかもこれの場合はめっちゃいい匂いがするんですよ。爽やかシャンプー女子みたいな感じの匂いがするんですよ。ここ目の前窓なんですけど、ここになんかちょっとテーブルみたいなのがあるから、ここで過ごすことが多いから、家の中でもやっぱり日焼けって気にした方がいいかなと思って、スプレーは家の中だと楽なので結構使ってますね。しかもいい匂いするっていうのがめっちゃ良くて、多分これで臭かったら私塗らなくなってると思います。ヒット商品ですね私の中では。はい、使っています。でもう一つそのお肌に関するものなんですけど、使い切ってしまっても物がないんですけど、キールズの、 あの紫のボトルの化粧水なんですけど、ちょっとここに貼っときますね、ペタッて春ぐらいに出会ったんですけど、稲垣リオちゃんの YouTube で紹介されてて、お肌の水分が少ない人におすすめみたいなことを言っていたので、私がそうだったんですよ今年の春。めちゃめちゃニューヨークってすごい寒くなるからすっごい乾燥するんですよ。ちょっと試してみようと思って、ちょっと高いんですけど買ってみたんですよ。そしたらめちゃめちゃ良くて、今は別のキールズを試してるのでそれはまたリピートして買ってないんですけど、でもまたもしね他のがダメだったらまた買おうかなって思うぐらいすごい良かったです。すごい良かったです。はい、では続いてリップを紹介したいと思います。セフォラコレクションのルージュベロってちょっと長いんですけど、の80番を私は気に入って使ってます。これはですねインスタで中国系のコスメを載せてるインスタのアカウントあるじゃないですか、多分中国の方が運営してるやつだと思うんですけど、にあのイエローベースでもおすすめなピンクベージュリップって言って載ってたんですよ。どう考えてもイエローなんでしょう。私診断とかはしたことないんですけど、まあ自分では勝手にイエローだと思ってるんですけど、それで買ってみてめっちゃ良かったのですごい気に入ってます。これは一番最近買ったものだと思います、このものたちの中でも。はい、これで全部紹介できたと思うんだけど、どうかな、こんな感じですね私の最近のお気に入りは。あと一つ料理で言ったらブルーベリージャムに作るのハマってて、ヨーグルトに入れるのにハマってますなんかやっぱりソースって何が入ってるか分かんないし、お砂糖も自分で調節できないじゃないですか。そうだからオーガニックのお砂糖買ってきてブルーベリー入れてレモン入れてっていう超簡単にできるし、20分30分ぐらいでできるのでそれを作るのにハマってます。こんな感じですね最近の私のお気に入りは。はい、ということで今回の動画はこんな感じです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。